日本気象協会の工藤かな子です。今年のゴールデンウィークは暑かったですよね。東京都心でも夏日を超えて最高気温が30度に迫る日もあり、夏の気配を感じますよね。私結構汗っかきの方で、朝の通勤でこう歩いて駅まで行って立ち止まったらこうどっと汗をかいたりとか、クーラーが効く前のオフィスでこうじわっと汗をかいたりとか、そうするともうメイクも取れちゃうし、髪も汗の湿気でホワホワになったりとか、もう背中を流れる汗の感じとかすごい嫌ですよね。そこで今回はそんな汗を止める方法があるということで実験をしてみたいと思います。私も汗かきなんですけれども、もっといい人がいたので実験に協力してもらいます。上田くん。はい、こんにちは。日本気象協会の上田です。今日はよろしくお願いします。上田くんは北海道生まれの北海道育ちで、東京の真冬でも常にこの半袖の状態で扇風機に当たっているという、自他ともに認める暑がりさんなので今回呼びました。本当に暑がりで、東京の部屋って一般的にエアコンがついてるじゃないですか。北海道まだまだついてないんですけども、もう夏場毎日20度設定のもう冷房を一番最大にして、その上扇風機をつけて毎日過ごしています。本当に誰よりも暑がりだと思っています。それでは今日の実験の内容です。使うのはこれ、さらしです。このさらしをこう胸の上から脇の下にかけて巻いて圧迫することで、顔とか手に汗をかかなくなるらしいんです。工藤さん、僕の汗かきっぷりを舐めてもらっちゃ困りますよ。こんなで止まるわけないじゃないですか。いや、ちょっと試してみましょうよ。で、この方法は舞妓さんとかが顔に汗かけないのでやっている方法をヒントにしてるらしくて、こう専用の商品なんかも販売されてるようなものらしいんですけど、ポイントはこう胸の上らへんと脇の下を圧迫することなので、こうやって手を使って圧迫してもいいらしいです。じゃあこのさらしを巻いた時と巻かない時で本当に汗をかくのかかかないのか実験していきたいと思います。では比較のためにさらしを巻かない状態で3分間ここで軽い運動をしてもらいます。汗をかきやすいように部屋の空調を止めて、こう暖かい上着を着てもらっています。じゃあ実験スタートです。はい、3分間お疲れ様です。お額に汗かいてますね。はい、もう疲れました。いい運動になりましたよ。動きちょっと少なかったけどね。まあそうなんですけどね、じわっと汗かいてますね。はい、はい、ティッシュ貼り付けてもこんな感じでこうしっかりと汗かいてる様子が分かりますね。はい、結構めっちゃ痛くついております。もみあげのあたりもこう流れる汗出てますね。熱い。お疲れのようです。じゃあ次はさらしを巻いてみて同じ運動をして汗をかかないのか実験してみます。スポーツドリンクも飲んでもらって仰いでクールダウン完了しましたので実験本番です。このさらしを巻いて胸の上から脇にかけて圧迫していきます。巻きます。はい、巻き終わりました。私もすごい汗かきそうですが、かなり圧迫されてますね。はい。この状態でさっきと同じように上着を着て運動を3分間してもらいます。じゃあ実験スタートです。ちょっと汗かいてますけどさっきよりは少なさそうですね。そうですね、実は体は熱いんですけども、うんうん、ちゃんと顔は結構違いますね。全然汗かいてない。ティッシュを貼り付けると、まあ、若干にじみますけどやっぱり量は少ない感じしますね。こまかみのあたりも全然汗かいてないですね。ティッシュ若干おでこに貼り付いたけれどもさっきより汗少ない感じしますよね。そうですね、さっきより汗かいたっていう不快感はないです、うんうん、むしろちょっと圧迫されてるっていう思いの方が強くてむしろ意識がそっちに行ってる可能性もありますけどね。効果ありそうですね。ここまで圧迫するのは毎日毎日厳しいと思うので、こう大事なプレゼンの前とか、こうお出かけのある日とかにもうちょっとこう軽い感じで圧迫してみてもいいかも。かもですね。今回このさらしを使った方法を紹介しましたけれども、まあ、さらしってあんまりこう一般的じゃないかなとは思うので、他にも汗を止める方法はありまして、保冷剤や冷却シートなどがあれば両側の首筋、脇の下、足の付け根を冷やす制汗剤を使用する、個人的にはこうスティックタイプの制汗剤がおすすめかなと思います、なども試してみるといいかもしれません。どれもさらしよりは手軽に試せそうです。僕もやってみます。
天気 JP では汗のかきやすさを示す汗かき指数を毎日更新しています。ベタベタやタラタラ、びっしょりなど汗をかきそうなランクの日は対策をしてみると良いかもしれません。ただ汗をかくことは悪いことばかりではなく、この時期に意識的に汗をかくことは熱中症予防につながります。熱中症の危険が高まる前の春から夏にかけての時期に無理のない範囲で汗をかいて暑さに体を慣れさせる暑熱順化をしていきましょう。暑熱順化のポイントと体を動かす方法のヒントはこちらの動画を確認してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。